国家、政治家。元ピルー大統領、マリアーノイグナシオ・プラドの息子として、リマで生まれ、第50代及び、第54代ペルー大統領を務めた。36歳年上の2位、レオンシオ・プラド・グティエレスがいるが、グティエレスは、ウガルテチェが生まれる6年前の1883年に、太平洋戦争のウアマチコの戦いで戦死した。プラド・ウガルテチェは、 青年軍人として1914年にペルー大統領ギジェルモビジングルストを出脚させたクーデターで大きな役割を果たした。1934年にはペルー中央準備銀行総裁に就任した。1939年保守派でありながら左派政党アメリカ革命人民同盟の助力を借りてペルー大統領に当選した。プラドは就任したら最初にやることは 政治恩赦を宣言して、政党の追放に終わりを告げることです、と宣言した。1941年には、エクアドルとの国境紛争で、ペルーに有利な結果をもたらした。二度目の大統領期において、大規模な弾圧を受けた政党は、エープラだけであったが、エープラは、先代大統領マヌル・アルトロ・オドリアによって1948年に、違法を宣言されていた。 プラドは新しく選出された議会にエイプラの合法化法案を提出すると宣言。法案は議会を無事通過して、エイプラの決闘者の一人であるビクトル・ラウル・アヤデラ、トーレが追放先から帰国した。外交政策では米国を支持しており、第二次世界大戦中の1942年には、南米で初めて数軸国との外交関係を断絶した。また、 日系ペルー人を米国に追放することを強く指示したが一部の歴史家は民族浄化が本当の目的であると指摘した。ありがとうございます。